デンマーク王国の首都コペンハーゲン近郊の町、トーンビューにある空港。コペンハーゲンの中心部からは南東に8キロメートル、アマート内に位置する。もともとは、所在地の地名から、カストルプ空港と名付けられた。同じく、コペンハーゲン郊外にあるロスキレ空港と、区別するために、現在でも、カストルプ空港と呼ばれることが多い。 コペンハーゲン周辺や対岸スウェーデンの丸目などを含むエールスン地域へのアクセス空港であるとともにヨーロッパのハブ空港の一つである2019年の旅客数は約3025万人で北欧諸国の空港で1位ヨーロッパ内でも17位だったその大多数は国際線の利用者であるスウェーデンのストックホルムから アーランダ空港やノルウェーのオスロ空港と並んで、スカンジナビア航空の拠点空港であり、長距離国際線の大部分は、コペンハーゲン発着となっている。日本へも東京国際空港への直行便が、就航している。コペンハーゲン空港及びロスキレ空港は、半官半民のコペンハーゲン空港会社が、運営している。株式の5割強。 オーストラリア・マッコーリー銀行グループが保有しており、このうち、マップエアポート社の持ち分が全体の3割、残りはグループの運営するファンドの持ち分である。デンマーク政府の持ち分は全体の4割ほどである。1925年4月20日、カストルプ空港として開港。木造のターミナル、水蒸気の着水面、滑走路として使える、牧草地を備えた。 当時世界でも珍しい民間用の空港だった。次第に増加する需要に対応するため、1939年に、ビルヘルム・ラウリッツェンが設計した新しいターミナルが、落成する。1947年1月26日、KLM のストックホルム行き DC-3 が事故を、起こし、スウェーデン王子、グスタフ・アドルフやアメリカの女優グレース・ムーアを含む22名が、 死亡した。1956年ジェット機に対応するための拡張計画が始動し、1960年には現在のターミナル2が開業する。さらなる拡張計画は地元の反対により難航したが、1969年には現在のターミナル1が開業し、ターミナル2も拡張された。1969年、議会は、 沖合のサルトホルム島に移転拡張する計画を可決したが、オイルショックなどの影響で延期され1979年に破棄された。ターミナル3などを含む代わりの拡張計画が1982年に始動し、1998年までにほぼ完成した。1990年民営化され、株式の一部は1994年。 1996年、2000年に段階的に売却された。2000年にエレスンド橋が完成し、鉄道や道路が対岸のスウェーデンと接続された。2001年にターミナル直結のヒルトンホテルが開業し、2007年にはコペンハーゲン地下鉄が乗り入れた。全体図同時発着可能な平行滑走路2本に、加え、やや短い往復用滑走路1本を備える。 すべて軽機着陸装置を備えているが、このうち22リットルについては、カテゴリー3となっている。欧風用滑走路は、コペンハーゲン市街を向いているが、市街上空を通過する形での運用は避けられている。主なターミナルは3つあり、そのうち、ターミナル1は、国内線、ターミナル2と、ターミナル3は、国際線で利用されている。ターミナルビルはいずれも大部分が、 ビルヘルム・ラウリッツェン及びラウリッツェン社による設計である。北欧風デザインの明るいインテリアと木の空間が特徴。乗り換えの便利さと充実したショッピングモールもある。各ターミナルや駐車場を結ぶ無料のシャトルバスが運行されている。かつて国内線はターミナル1から発着していたが、2015年より国際線と一元化している。なお、 デンマーク自治領であるグリーンランドやフェロー諸島への路線については国際線の項を参照。ターミナル2またはターミナル3から発着する。表中に示した番号はチェックインカウンターの所在であり、保安検査や手荷物受取書などは一元化されている。デンマーク国鉄の空港駅コペンハーゲンの中心部から南東 8km に位置している。 空港そばに、対岸スウェーデンとを結ぶエーレスンド橋が架けられており、スウェーデン南部の諸都市からのアクセスも良い。ありがとうございます。